中学寺は、徳島県阿波市隣町、高尾法教殿にある高野山真言宗の寺院。四国八十八箇所第七番札所。本尊は阿弥陀如来座像、脇寺は観音菩薩立像と、静止菩薩立像で三体とも鎌倉紀の作と言われている。本尊真言、恩阿弥陀立て伊勢からうんご栄華、人間のハックを早く離れなば至らん方は、九本中学農教院。 当時本尊、愛禅明を本尊移し仏寺伝によれば、空海がこの地に投入した際に、阿弥陀如来を監督し、楠木にその像を刻み本尊として祀ったとされる。その際に、空海は、人間の持つ白を離れ、極楽浄土に往生すると受けられる獣の光明に、輝く楽しみが得られるようにと、三号、次号を光明山十楽寺とした。 当初は、現在地よりおよそ3キロメートル離れた銃、ガクテラタ谷の銅が原に道を建立したものと推定されている。阿波北部でも、有数の広大な奈々道画欄を有していたが、天正10年に、長我壁元地下の陛下により全てが消失。しかし、本尊、脇仏、斜里仏など大切なものは住職マゼントで死が、運び出し大門家原に安置したが、 弟子は矢にいられ死んでしまったその後、寛永十二年に現在地で再建された。竜宮門形式の三門を入ると、前に水子地蔵が並んでいる。左側の石段を数段登ると返上殿の額が掛けられた注文がありその上層は、愛禅堂となっている。注文の向かいに、長寿鉢があり左に、奥へ入ると本堂が、さらに左へ行くと、 おさむ岩しつめ救済地蔵の衝動があって、その先の石段を登ると大指導がある。本堂の向かいのあたりに十三不動明王像がある。農協所は注文を背にして、右にある。変路平成26年8月1日第365号、伊予鉄不動産、発行平成29年6月1日、発行月間変百399号より、ありがとうございます。